さあ、やるぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。俺の敵じゃ。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかな。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。無視はできねえ。まとめて相手。俺の敵じゃない。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。なんだ、やる巨人どもがいるんだ。本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたな。ボンボが壊された。俺の敵じゃ。僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。まとめて相手してみた。俺の敵じゃない。
援護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。まとめて相手して。はる！行く！助かったぜ、ミカさん。エレンとアルミンは無事か？エレン。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。どうしたか。まとめて相手。苦戦してやがる。よかった。本部はまだ無事だ。ミカさん、他の巨人が近づいてきている。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。行こうとする巨人を引きつけておく。ありゃ、なんだ。
ミカサ、無事だったか？みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。